はい、行きましょうか。カッコ1ですね。数列 PN は次を満たすとすると、こういう式ですね。でもこれを見たときに、ははーんって思うんですね。PN たす1は、PN の3分の1倍プラス1と。ね、これ、いわゆる前化式ってやつです。前化式っていうのは、次の項と今の項の関係を表してるんですね。で、こういう、今の項 PN を3分の1倍して、プラス1してくれよ。それが次の項になるよっていう、このパターンは、特性方程式パターンと呼ばれるやつですね。等差パターンとか等比パターンとか解差パターンとかいろいろとあのね前化式のパターンはあるけれども、これは特性方程式のパターンだよねっていうのに慣れてるかどうかです。特性方程式のパターンっていうのは an たす1次の項っていうのは an 今の項を何倍かして 何ぼか足してくれよと、こういう形の時ですね。これは特性方程式パターンで、こういう風に式変形ができたんですね。 an たす1引く α は何倍かの an 引く α 倍になると、これに慣れてるかどうかなんですね。で、ここの α っていうのはどうやったら求まるかっていうと、それはここ x で置き換えることで求まったんですね。具体的に見ていきましょう。これはもう慣れてる人からしたらどうするかっていうと、はいはい、特性方程式パターンですよね。ということは、ここをまず x って置いた式を立てて、それを解いて、で、そこから話を進めていこうやないかって思うんですね。つまり x イコール3分の 1x プラス1っていうのにして、で、この x イコール2分の3っていうのを出すんですね。で、これっていうのをここ初めの式にマイナスで入れるんですね。この与えられた pn たす1 p の n たす1引く2分の3イコール与えられた式ですね。これ3分の1の pn でプラス1、これにマイナス2分の3を加えると、ここで特性方程式で解いたこの2分の3っていうのをマイナスでここにかましてあげると、そうしたらあら不思議と、あら不思議なことに、こういうふうにきれいにくくることができるんですね。こういうきれいにくくることができる、その方程式、その数値を求めるための方程式が、この特性方程式って呼ばれるやつなんですね。これにも慣れてるか慣れてへんかっていうだけです。ね、慣れてる人はもうここまですぐ来れると思いますし、慣れてへん人はね、もう一回この基礎知識の動画などを確認してみてください。これで i が出るんですね。じゃあここまで出たら一般項出るじゃないかと。ね、ここからも慣れてる人はもうこれを一気にこういう数列やってみることができるんですね。こういう数列やってみることができる。慣れてへん人はこれを bn とかで置き換えてみてください。ね、そしたらこっちは b の n たす1になりますよね。置き換えると pn 引く2分の3を bn とかで置き換えると、この与えられたこの式っていうのは bn たす1イコール3分の1倍の bn っていうこういう感じの式になるんですね。これは前化式の何パターンですかっていうと、次の項は今の項を3分の1倍したもんですよ。ということはこれは等比数列のパターンなんですね。ということは等比数列の考え方じゃないか、初項が B1、 項比が3分の1の等比数列じゃないかっていうふうにわかるんですね。慣れてる人は BN って置くのがいちいちね邪魔くさいと思うんで、もうこのまま進めてます。数列 PN-2 分の3っていうのは初項が B1 ね、つまり B1 っていうことはP1 引く2分の3ですね。P1 引く2分の3。計算したら2分の3です。そして項比が3分の1の等比数列であると。だからあとは等比数列のこと、公式ですね。初項が A、項比があれか AR の N-1 乗やと。つまり PN 引く2分の3。ね。慣れてへん人はもうここ BN で言ってください。BN。ね。一般項 BN っていうのは2分の 3×3 分の1の N-1 乗じゃんかと。で、計算していくんですね。で、ここまで来ると、もうこのまま答えていきたいとこやけど、どうやらセンターさんは、分子を1にしてくれって言ってるんですね。今の状況っていうのは、分子はこれ3なんですね。もっともっと詳しく書くとどうなるかっていうと、分母にあんのは 2×3 の n-1 乗ですね。そして分子にあんのは 3×1 の n-1 乗やと。ですね。で、ここ、まずこの1の n-1 乗っていうのは、当然1は何乗しても1やからもう1なんで消えると。ね。ただこれまだ分子に3が残っとるんですね。3が残っとると。じゃあどうしたらいいかなと。ね。まあ、シンプルにこれを1にするには分母にも分子にも3分の1倍してあげたらいいですよね。こう考えると。そしたら見事ね、分子が1になってくれるじゃないか。じゃあ分母はどうなるかっていうと、3の n-1 乗を3分の1倍する。ということは、これは3の n-2 乗になりますよね。反対になると。3倍したら3の n 乗になります。3分の1倍したら3の n-2 乗になります。この辺は指数の計算にね、慣れているかどうか。
ですよね。ということで、ここがね 2×3 の n-2 乗分の1プラス2分の3になって、見事上岡までいけるんですね。でその次は、シグマのこの PK を求めろよと。この今求めた一般項、ね、に対してそれシグマしてくれよと。でこの辺シグマもね基本的なとこはもうここではね飛ばします。基礎知識の動画、自信ない人は基礎知識の動画を確認してみてくださいね。まず、このシグマ、この与えられた式ここに当てはめるとこうなりますよね。でここは、足し算の形になってるシグマの AK たす BK っていうのはシグマ AK たすシグマ BK にこういうふうに分割できるんでしたね。だからここ分割してますよと。で後半はよりシンプルですよね。後半これ定数項のシグマはこれが N 個分あるっていうことなんで2分の 3N になりますと。で問題はこっち側ですね。いや僕こんな公式見たことないですわって思うかもしれへんと。でシグマはねあの公式に載ってへんやつがよう出てくると。そういう時どうしたらいいんでしたっけっていうと具体例考えたらいいんですね。シグマを具体例考えると、あこれあのパターンやなって見えてくると。やっぱり今回の場合も一見ややこしいけれどもようよう考えたらね、あこれって初項、まずね初項1代入したら 2×3 のマイナス1乗分の1やからそれは2分の3になりますよね。計算したら分かりますと。でもしじゃあ K が2やったらどうなるかな。 2×3 の0乗なんで2分の1、そしてその次は6分の1、18分の1、ね、具体例考えると見えてきます。そうかと、初項が2分の3で公比が3分の1の等比数列やなとね、これ等比数列で分かるんです。ほんなら何や、等比数列の和かいなってなるんですね。だからシグマの問題というよりもこれは等比数列の和の公式を覚えてるかどうかです。つまり R-1 分の A かっこ R の N 乗引く1、もしくは逆のパターンもありましたね。これは等比数列の和の公式です。これを使えるかどうかですね。そしてこれを使えるための鍵になるのは、もう等比数列のシグマって分かった時点でこの3つを明確にしてください。等比数列のシグマは結局この和の公式に当てはめるんで、初項、公比、公数、初項、公比、公数、この3つを明確にすればここが K-2 乗とかややこしくてもね、あの公式が見えてきます。つまりこの数列は初項が2分の3で公比が3分の1で公数 N なんですね。だってここにシグマ K は1から N までってあるか、公数はここで分かるんですね。1から N まで、これさえ明確にすればあとは式に当てはめるだけですね。この公式に当てはめるだけだからね、あのよく等比数列の和ってここが K-2 乗とか K-5 乗とかなってきたらだんだんみんな、え公数わけわからないっすわとかなってくんやけど、あのこのまま考えようとするからなんですね。そうじゃなくてもう等比数列で分かった時点で初項、公比、公数、この3つを明確にする、その方針さえ忘れなければ、ね、もう惑わされることはないです。3つを明確にして当てはめるだけやから。で計算していくとこんな感じで進んでいくんですね。でここの計算がちょっとややこしいかもしれないです、ね、分母これが 1-3 分の1で3分の2、そして上こっちに2分の3あるんですね。でこの3分の2分の2分の3っていうのはしっかりね、きれいにしときたいから、これ計算ちゃんとね、あの端っことかでして3分の2分の2分の3っていうことは結局こいつあるこいつですね。ね、2分の1って1割2みたいなもんで、これ分のこれっていうことはこいつあるこいつしたらいいと。つまり2分の3割る3分の2したら4分の9って分かると。だからこれ4分の9になるんですね。この部分っていうのがここです。そしてこれはそのままここに来とると。で2分の3のはそのままですね。これでここの答えが完成します。